また新しいミニ PC が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。ニポギの AK2 プラスです。今日紹介するね、こちらのミニ PC なんですけれども、CPU はあインテルの N100 ですね。 非常にね、まあ評判の良い,いローエンドの CPU を搭載しています。で、N100 を搭載したミニ PC っていうのはね、もう本当にいろんなメーカーさんが販売をしていて、まあ結構もう出揃った感はありますけれども、今日はニポギのね、ミニ PC になります。先に価格を言いますと、えー、こちらの端末ですね、もちろん Amazon で販売をしていますので、値段は変動していますけれども、 まあ大体2万円台前半かなと思います。で、N100 を搭載したミニ PC、大体2万円台が多いと思いますね。まあたまにですね、まあ1万円、2万円ちょっと切るぐらいの価格で販売している時もありますけれども、まあ大体価格的には相場じゃないかなと思います。で、N95 っていうね、まあ比較的性能も似たようなものがありますけど、N95 だとやっぱり2万円切ってくるものが多いと思うんですが、 まあ若干そこにねえ、性能の差がありますけども、まあ体感できるかどうかっていうところも含めて、まあ N95、N100 って結構激戦区だと思いますけれども、まあ今日はニポギのね、N100 の PC 見ていきたいと思います。それではね、回復していきましょう。それではね、同梱品を見ていきたいと思います。まず電源ですね。でやっぱり N100 とか で、この電源が小さくていいですよね。で、こちら差し込みになっています。出力は30ワットですね。あと HDMI ケーブルが1本付属しています。あとはベーサーマウント用の金具と、まあビスですね。これベーサーマウント用のビスと多分ハードディスクとかをね、造成する時のビスも一緒に入っています。あとは、 説明書ですね。一応多言語に対応した、えー、簡単な説明書が付属しています。ちゃんと日本語の表記ありますね。それではですね、本体の方を見ていきたいと思います。まず本体のサイズはですね、まあミニ PC のサイズには十分収まってるんですけども、まあ、若干なんか少し大きめかな厚みがあるっていう感じですかね。やっぱりこれ2.5インチのハードディスクが中に入るということのようなので、その辺のスペースの関係もあって、まあ若干 大きいような気もしますまあ、でもめちゃくちゃでかいわけではないので十分ミニ pc のサイズには収まってますねただやっぱ n 95とかね n 100を搭載したミニ pc って割と小さめミニ pc の中でもコンパクトなものが多いのでそれに比べると少し大きいかなという感じはしますで全体的にもプラスチックですね上も下も 上も横も下も全部プラスチックです。まあでも N100、N95 やっぱりね、安い端末が多いので、大体いいプラスチックでコストダウンしているものが多いので、この辺は他社とまあ比較しても同等品質かなと思います。で、これ、二方ギっていうこういう向きですよね。で、こちら側が背面なので、この向きは間違いはないと思うんですが、ただ電源ボタンはこちら側にあるんですね。だから、横に電源ボタンがあるっていう感じなのかな。で、こちら側に USB を接続するという感じですね。 それではですね、インターフェース関係見ていきましょう。まあ一応こちらがだからサイドになるんでしょうね。電源ボタンがあって、USB の3.0。青いやつが2つですね。タイプ A。あと USB の2.0が一つ。で、こちらが、まあ後ろになると思います。えっと、電源の差し込みと USB の2.0ですね。で、HDMI が2つに優先欄が一つ。えー、3号のイヤホンジャックにケンジントンロックですね。 で、ここにですね、なんか、こういうスライドのね、ロックみたいのがあって、まあ、おそらく、これを外すと、まあ、天板が開くのかなそれで内部にアクセスできるんじゃないかなと思います。ちょっと開けてみましょうか。これをスライド、あ、そうですね。これを、スライドをね、外すと、こんな感じで内部にアクセスすることができます。これは簡単でいいですよね。 で、すぐここにですね、2.5インチのストレージをね、増設するところがありますね。で、ケーブルもここについています。そうすると、これを外さないとメモリーとかストレージにはいけないといった感じでしょうか。まあ、2.5インチのね、このハードディスクのマウントを外すと、中にメモリーがありますね。まあ、このモデルは 16GB です。DDR4 ですね。重量は、 3 8 0ムです。それではですね、Windows の方、立ち上げてみました。アイドル状態での消費電力とファンの音確認したいと思います。あとこれね、ミニ PC のこちらの前が青く光るんですね。これは結構ね、かっこいいし、電源が入ってるのがわかるので、非常にいいと思います。それでは消費電力、えー、約6ワットぐらいですかね。6ワット弱といったところです。 それではファンの音確認したいと思います。一応ですね、少しね、ファンの音は聞こえます。それでは騒音メーター出ますね。だいたい36デシベルぐらいでほぼ無音だと思います。はい。ほぼ無音ですね。まあ映像ではほぼ音は入ってない。あの、わからないんじゃないかなと思います。 それではアプリの方で一応ハードウェアを再確認していきたいと思います。えっ、ー、と CPU はインテルの N100 ですね。TDP は 6W、4コア4スレッドです。メモリは 16GB で DDR4。ストレージはですね、SATA 接続です。512GB ですね。優先 n がね、ありましたけれども、こちらはですね、Gigabit Ethernet ですね。2.5GB には対応してないですね。 あと Wi-Fi ですね。こちらも Wi-Fi6 には非対応です。それではね、シネベンチ R23 を回しながらですね、消費電力とファンの音を確認したいと思います。シネベンチね、回し始めました。消費電力上がりましたね。17W ぐらいですね。それではですね、ファンの音を確認したいと思います。ファンも少しだけね、あの音がするようになりました。ソーメーター出て,てみますね。 はい。ちょっとだけ上がりましてね。36ぐらいから38とか39ぐらい。もしかしたら映像で少しわかるかもしれませんね。少し黙ります。うん。まあ、回ってるのはわかりますけどね。比較的静かですね。それではですね、シネベンチ R23 が終了しました。マルチコアが2623、シングルコアが936ということで、まあ、N100 らしいスコアにはなっているかなと思います。 それではね、ドラゴンクエストのベンチマークやってみました。軽いゲームのね、ベンチマークですけれども、まあやはりね、ゲームは苦手ですね。スコアの方は2136。評価はやや重いですね。設定は標準品質フル HD です。 まあ何回もね、やってますけれども、まあ N100 はやっぱゲームとかね、まあそういった使い方にはあまり向いてないかなと思います。基本的にはブラウジングとかクラウドサービスを使ったり、まああとオフィスでね、えー、書類を作ったり、まあそういったライトな使い方が向いている CPU になります。それでは、えー、ダメ元ですけれども、まあいつもやっているので、一応ね、ファイナルファンタジーのベンチマークもやってみました。えー、設定はね、もちろん標準品質ノート PC ということで落としています。 スコアの方は3280設定変更を推奨しますということで、まあ、やはりゲームはなかなか難しいといった感じです。一応平均フレームレートは23、最低フレームレートは9ということですね。えー、グラフィック設定の調整をお勧めしますということです。それではね、まあ今まではベンチマークだったんですけれども、まあ実際にはね、ライトな使い方を快適に使う、もともとローエンドなね、 まあ、ミニ PC になりますので、まあ、そんなにゲームやりたいとかね、まあ、そういう期待をしてる人もいないと思いますので、とりあえずブラウジング見ていきたいと思います。それでは、これもいつもやってますね。先読み、どんぐらいで表示されるか見ていきましょう。あ、早いね。こう先行くとね、まだ読み込まれてない画像とかが読み込まれますが、はい、どうですか全然ストレスないですね、これね。っていうか、yahoo.com の、あの、サイトのなんか設計がいいんですかね。 あんまり遅くないっていうか、むしろ早い。はい。全然問題ない感じです。それではちょっとじゃあこのニュース見てみましょう。写真も含めてサクッと表示されますね。ほぼストレスないですね。ニュースサイトぐらいだったら全然ストレスない感じですね。それではオクタンベンチマークですね。じゃあブラウザのベンチマークがどれぐらい出るかと。まあ普通のニュースサイトだったらもうサクサク利用できるんですけども、 まあ、ベンチマーク的なね、スコアでいくと4万9000点ということです。まあ、これも N100 で言えば平均的なね、まあ、スコアにはなっていますけれども、だからこのぐらい出てれば、まあ、ブラウジングがかなり快適にできるんじゃないかなと思います。それではですね、同じくブラウザのベンチマーク、スピードメーターやってみました。スコアの方は167ということで、まあ、こちらもですね、まあ、十分早いですよね。スピードメーターで、 150以上ぐらい出てれば、まあ割とブラウジングだけであれば快適に利用できるのかなという感じはします。それではね、めちゃくちゃ思ったいスプレッドシートスクロールさせてみましょうか。これ12000行ありますけど、割とスムーズに。てか元々スムーズなのかな、これ。全然引っかかんないですね。はい。横行ってみる。早い。うん、なんか全然問題ない感じですね。 はい。じゃあ飛ばしてみましょう。一番最後の行。一番上の行。一番下の行。うーん。じゃあこれで全選択あなんか全然普通に快適に使えてる感じはしますけどね。はい。まあだからブラウザでやる作業であれば、 まあ、それほど、やっぱりね、問題なく利用できるんじゃないかなと思います。まあ、だからいつも言ってますけどね、なんかクラウドサービスを主に使ってる方、要は Chromebook 的な使い方をされてる方にとってはですね、やっぱり N100、N95 のね、ミニ PC で、本当に2万円切るぐらいの価格で、まあ、安いときはね、購入できますので、かなりコストパフォーマンスいいと思いますんでね。まあそういった使い方をされている方に、まあ一番お勧めできますよね。あるいは、えー、キャンバーですね。まあこちらもブラウザでできる、まあクラウドでできる、まあデザインツールですけれども、まあこういったものを使うということであれば N100 で十分だと思います。まあ画像ぐりぐり動かしてもね、全く問題はないですね。はい。 こんな感じです。じゃ、テキスト打ってみましょうか。娘のスマホ。はい。この辺も含めて非常に快適ですね。で、キャンバーも最近ですね、すごい AI ツールがね、まあ充実していますので、例えばじゃあこれちょっと拡大したりとかして、はい。写真の編集ね。最近ね、AI も使えるようになりましたんで、じゃあマジックエディットやってみましょうか。例えばね、この男性の方の頭を 塗りつぶします。この方は金髪ですよね。金髪だけど、これを塗ってですね、続行。まあ今金髪だったんですけども、まあね、えー、アジア人っぽいので、黒髪にしてくれと。日本人っぽくしてくれということで、これでね、黒髪と打って生成します。そうするとですね、えー、っと、黒髪になった画像がね、AI 画像が生成されましたん、ね、で、これがいいかな はい。ちょっと、ちょっと髪型おかしいけど、まあ、なんとなく黒くなったんで、まあいいんじゃないかなと思います。完了ですね。はい。これでどうですか若干金髪な感じだったのが黒髪になったということで、まあ結局ですね、クラウドサービスってクラウド上で処理するんでね、端末側の性能ってのはあんまり関係ないので、そういった部分で、まあ本当に N100 ぐらいね、使っていれば十分利用できますので、まあ本当に今、クラウドでできるサービスってめちゃくちゃ増えていますのでね、 こういった使い方をするミニ PC としては本当にコストパフォーマンスもいいし、まあ十分使える性能だと思います。それではですね、まあ一応苦手だとは思いますけれども、動画のエンコードをやってみたいと思います。まあこちらもね、いつも他のミニ PC でやっていますけれども、フィモーラで1分15秒のフレージリーの動画を再エンコードするのにどのぐらい時間がかかるのかということですね。それでは早速やってみたいと思います。それではね、エンコードしていきたいと思います。せーの。 ドーンスタートそれではですね、エンコードの方終了しました。1分15秒の動画をエンコードするのに44秒ということで、まあ、なんか最近フィモーラね、バージョン13になって、エンコードのスピードが上がったような気がしますね。全体的になんか少し良くなったような気がします。もちろんですね、その使うソフトとか、あと設定ですよね。エンコードの設定なんかにもよって時間が変わりますんで、 まあこれはあくまでも参考程度ということですけれども、ただ1分15秒の動画をですね、まあ44秒でまあエンコードできるっていうことであれば、フル HD の動画で、まあそんなにね、めちゃくちゃ30分とか1時間とかっていう動画じゃなければ、まあそんなにこう効率は良くないとは思いますが、まあできなくはないかなという感じはしますね。 それではですね、次はストレージのスピードテストやってみました。まあ、SATA 接続ということでしたので、まあ、スコア的にはですね、まあ、シーケンシャルリードで500、ライトで400ということなんで、もういかにも SATA といった感じですね。まあ、これは価格考えれば、ま、しょうがないかなと思いますし、まあ、N100 とか N95 だとまだその SATA のね、SSD 搭載しているものも、ま、結構あるかなと思います。まあ、それ以上になるともうあんまりね、SATA の SD を搭載している格安のミニ PC で少なくなってるんじゃないかなと思いますけど、まあ、n 100 n 90だったらまだありますねということで今日はですね格安のミニ pc ではおなじみのニポギのですね n 100を搭載した端末ね紹介させていただきました ak 2プラスというモデルですね で、価格の方は Amazon ですので、まあ最初にも言いましたけれども、まあ、多少ね、変動はしていますけれども、おそらく2万円台前半で購入できるんじゃないかなと思います。で、この端末のいいところはメモリーが1 6イトなんですね。で、ストレージも5 1 2イトということなので、 まあこの辺はですね、この容量で 2, 2万円台前半ということであればコストパフォーマンスは悪くないと思います。まあ悪いところはね、若干やっぱ安っぽいっていうところと、やっぱりタイプ C が何もないんですよね。タイプ A しかないというところで、 ま、N100 とか N95 でもタイプ C ないやつありますんでね。まあ、この辺は逆に言うとあるやつもあるので、まあ、その辺タイプ C が必要かどうかっていうところがありますけども、まあ、価格が安くてね、メモリーストレージが比較的多いので、その辺にメリットを見出せる方にはいいんじゃないかなと思います。で、まあ、N100 自体はね、本当にあの実績のある、まあ、ロースペックなんですけれども、まあ、普段使いであれば快適に使えるっていうね。 かなり評判の良い,い CPU になっていますので、まあそういった PC がね、まあ2万円前後で購入できるということであると、やっぱり非常にコストパフォーマンスも高いし、おすすめできますね。購入先については動画の説明欄にリンクを出てきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。